皆さん、こんにちは。サクセスです。この動画では、こちらの動画で紹介したシスコ AI ネットワークアナリティクスを使えるようにするための方法を紹介します。と言っても、私自身は詳しくないのでジャーニーさんに設定方法を教えてもらおうと思います。皆様の環境でより製品活用をしていただくためにいろいろな技術支援をしているジャーニーです。それではサクセスさん、早速設定したいところですが、まずは設定の前にシスコ AI ネットワークアナリティクスを有効にするため必要な前提条件は分かりますか？ライセンスとかでしょうか？その通りです。前提条件は画面に表示している3点です。詳細は概要欄にあるユーザーガイドをご覧ください。1つ目はライセンスですね。シスコ AI ネットワークアナリティクスの利用のためにはシスコ DNA アドバンテージソフトウェアライセンスが必要となります。2つ目はシスコ AI ネットワークアナリティクスに関連するアプリケーションのインストールということですが、アプリケーションのインストールの確認については設定方法の中で紹介します。3つ目はシスコ AI ネットワークアナリティクスのクラウドとの HTTP 通信が許可されていることですか。表示している米国東部地域か EU 中央地域のどちらを利用するか選択ができ、選択した宛先への HTTPS 通信が許可されている必要があります。ちなみにユーザーガイドに記載がないですが、設定でつまずくポイントをご紹介します。1つ目は、事前にシスコ .com のクレデンシャル情報を設定しておく必要があります。シスコ ID を作成し設定してください。2つ目はアクセスポイントがシスコ DNA センターで管理されていることです。シスコ AI ネットワークアナリティクスは無線 LAN ネットワークで有効にできる機能なので、分析対象のアクセスポイントがシスコ DNA センターで管理されているか確認してください。では実機画面を用いてシスコAI ネットワークアナリティクスを有効化してみたいと思います。ユーザーガイドのリンクを概要欄に記載します。最初にシスコ AI ネットワークアナリティクスに必要なアプリケーションを確認します。どのメニューで確認できますか？右上のハテナマークをクリック後、バージョン情報を選択します。この中でパッケージという項目がありますので、 AI 関連のパッケージが追加されていることを確認してください。パッケージの確認が終わったら、シスコAI ネットワークアナリティクスの有効化に必要な設定項目を説明します。ハンバーガーアイコンをクリックし、システム設定を選択します。この中から AI 関連の設定であるシスコ AI アナリティクスという項目を選択します。初めて有効化する場合はコンフィギュアというボタンが出てくるので、こちらをクリックしてください。こちらでデータを保存する場所を選択します。あ、さっきのつまずくポイントで話してた点ですね。今回は米国東部地域を選択してみます。クラウド接続テストが始まりました。次へをクリックして契約条件に合意いただいたら有効ボタンをクリックします。はい。一つご注意いただきたいのですが、ここまでの設定を行った後すぐにシスコ AI ネットワークアナリティクス関連の情報が表示されるわけではないんです。え、そうなんですか？ベースラインを確立するためのある程度の学習期間が必要なんです。機能にもよりますが、利用できるようになるまでだいたい4週間前後かかると思っていてください。最後にシスコ AI ネットワークアナリティクスの有効化の際に既存のネットワーク環境が停止するといった影響はないのでご安心ください。わかりました。今からどんな情報が出てくるか楽しみです。有効化自体はそんなに大変じゃなかったと感じました。皆さんもぜひご自身のシスコ DNA センターでシスコ AI ネットワークアナリティクス機能を有効化してみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。